こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました気になりすぎる新メニューを買って食べてみようのコーナーでございます。今日はみんな大好きなカウさん、価格帯で言うと500円前後っていうイメージなのでございますが、そんななカウさんになんと990円という衝撃のメニューが登場しました。それがこちらでございます。てりーん、はい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 、圧倒的に高額なメニューなのではございますが、まずいただきました。わさび、わさびがついてくるということはもうそうなんです、いいお肉でしかないですよね。こちらでございます。でーん、熟成リブロースステーキ重、なんと中尾さんからリブロースステーキの重が出たんです。重って言い方、これが何か気になりますよね。何これと、牛のトレーディングカードでも入ってんのって思うんですけれども、これがなんとこちら、はい、あ、本当に本当にトレーディングカードなの、ソードアートオンラインの、え、あ、本当になんかのトレーニングカードかもしれない。え、うん、店員さんのソードアートオンラインのキャラクターが中尾さんの店員さんをやってるシーンのトレカ、前掛けからしてもそこそこ風が強く吹いてる場所で丼2つ持ってニコニコしてますが、どういう状態では、丁重にパカー、こうなっております。おっと、結構どっさりっていう感じはしちゃったてますよ。ただお持ち帰りだからか分かりませんが、意外とお肉の焼き加減はなんか豚の生姜焼きみたいな、そういう見た目になっちゃってるかなっていう感じはしちゃっております。ではまずはわさびなしでシンプルにこれ1枚食べてみましょうかね。あ、玉ねぎもついてるんですね。いただきます。うん、うん、このね、醤油ベースの甘いタレ、それに玉ねぎがちょっと清涼感与えてる感じは、まあ美味しいですね。噛めば噛むほどお肉の旨味を吹き出してきますが、当たり前かもしんないけど、とろけるようなお肉の柔らかさっていう感じじゃないね。ちょっともう一口食べてみましょうか、試しにね。あれ？これ寿司だ。これ寿司っぽくない？これ寿司だよね。寿司を食う！なるほどね。お肉食べてるなー感はすごく出るんですけれども、結構ランチ2回分のお値段っていう感じになるじゃないですか。それからすると、期待を超える感じではないかなって今のところしています。ただ、これですもんね。わさびがどんな仕事をしてくるかってことかもしれませんしね。ちょっとつまみまして、ポンと乗せまして、これでどうなってくるのかですよね。うん。うん。やっぱりね、一気に味わいをステーキ寄りにしてきましたね。さっきまでの甘いタレの味わいはどこかね、庶民的というかそういう感じだったんですけれども、やっぱり一気にわさびが上品に仕上げてくれた感じがします。白シャツをラフに着こなしてた人にネクタイしてあげたみたいな、そういうイメージになりましたかね。この甘だれと海苔がびっしり染み込んだご飯、これで作ったおにぎりめっちゃうまいんじゃないかなって思わせるような味わいですね。うん、うん、うーん、やっぱ美味しいは美味しいね。これが700円とかだったら、うまいじゃんこれいいよって言えるような感じかもしれませんね。でも990円するだけあって、お肉の量はこのようになかなかのもんだと思います。最後までご飯が余るようなことがないようなお肉量なのではないでしょうか。で、せっかくですから、たっかー、あ、ちょっとちょっとちょっと、あ、ちょっと、あ、あれ、ちょ、ここにつけて、めちゃくちゃ美味しそう。どう思ったみんな、これさらにここにわさびをポンって乗せまして、はい、漬け肉の感じになりまして、ほら、はい、結局卵ってすごいよね。コクを出してくれる。これが今から変身しますから待ってください。こうしてこうしてこうなりますから、あとはもう書き込んでいくだけですね。うん、ごちそうさまでした。というわけで今回のリブロースステーキ重、もちろん美味しかったんですけれども、990円するってなっちゃうと、だったらいつもの美味しいあの牛丼とかカツ丼でいいんじゃないのっていう気持ちはどうしてもあります。ただお仕事とかでどっかに行った時に楽屋に置いてあるお弁当だったら、いつも食べてるあの牛丼とかカツ丼よりもこのリブロースステーキ重が置いてあった方がテンションは上がる。人ってそういうとこあるよね。